しっかりと心身を休めてちょうだい。パーッとトイレにでも行けばいいわ。あ、なんだって、オイラの聞き間違いか。あら、人はトイレに行った後すがすがしい気持ちになるって言うでしょ。だからそれを勧めたのだけど、変だったかしら。あまりにもおかしくて常識外れだから、何を言えばいいのかわからないぞ。さっきまでなんか難しい道理を解いてたのに。